孔明殿。ああ、長相殿、私にご教示くださるので。わしは江東の片隅で暮らしておるのだが、かねて貴殿は琉中におられた頃、自らを漢中学期になぞらえたとか。それはまことでござるか。いかにも。だがあれは思いつくままに言ったまでのこと。聞けば劉備殿が貴殿を三度訪ねられ、やっと軍師をお引き受けになった。劉備殿は水を得た魚となられ、まさに慶州の地を席巻しようとしていた。ところが彼の地はこの度曹操の手に落ちてしまいましたな。先生ともあろうお方がどうしたわけですかな。そうだ、ご説明願おう。私に言わせれば、慶州の地を取ることなどたやすいことです。主君劉備殿は仁義を重んじるお方、同族の地を奪うことも受けることもなさらなかった。年若い劉宗がざれ言に乗って早々に降伏した、それだけのこと。今我が主君は甲賀におられるが、これには深い考えがある。貴殿らにはお分かりにならないでしょうが。先生のおっしゃることは矛盾だらけですな。漢中学期になぞらえるなら、漢中は漢公を助け天下を正し、学期は弱小の縁を支え正の七十余域を下した人物。この二人は世を救う才の持ち主といえる。それにかつての劉備殿は天下狭しと駆け巡り、一国一城の主だったお方。ところが今劉備殿は先生を得たとはいえ、曹操軍が来るなり兜や武器を捨て逃げられたというではないか。深夜を捨て繁盛より逃げ、東洋で敗れて河口まで落ち延びた。身を置く場所がないも同然。つまりは劉備殿は先生を得て元より悪くなったわけですな。お聞きするが、漢中学期はこうでしたかな。これは言い過ぎました。どうかお許しくだされ。広告の志は円尺にはわからないもの。私が濃厚をしておりました頃、重病の人間の病を治すにはまずは薄いお粥を食べさせたものです。それから弱い薬を与えます。臓腑が整い体力が回復するのを待ち、肉を食べさせる。そして強い薬で病根を一挙に断つのです。つまりは体力のない者に強い薬や濃い味のものを与えたところで無理というもの。かつて孔宿は序南で敗れた時、兵はわずか千人足らず、武将も関羽張飛張雲がいただけ、これは最悪の病状といえる。深夜は小さく、民も少なく、農産物もない。軍勢もなく、城の守りも弱く、兵は訓練不足、兵糧もわずか数ヶ月でした。だが白鵬派の火攻め、
白化の水攻めによって加工トン総人らを驚かし肝を潰させましたぞ。これは漢中楽器の兵法にも勝るものです。東洋での負け戦は数十万の領民を率いていたのを公宿は捨てるに忍びず一日十里しか進まず公領を取ることも諦めたのです。これぞ大人大義と言えましょう。衆か適せず勝敗は世の常というもの。その昔高祖帝が公に連敗を喫しながらも外貨の一戦で勝利を収めた関心の量刑の賜物ですな。つまりは国家の体系暗記は謀略に長けた人間にかかっている。いたずらに弁舌をもてあそんだりくだらない言い訳はいらん。虚名だけを求めて己を欺く者ども、議論に明け暮れ己の策にうぬぼれる者はことが起こった時何の役にも立たん。それこそ天下の笑い者になりますぞ。何を